い、どうもシカです。さあ今日もですね、まるまる船券買ってみたをやっていきたいと思います。今回に関してはね、ちょっと意外だった選手、ワンチャン大穴配当が狙える選手をちょっと探しましたので、そこを紹介していきたいと思います。今日の船券勝負のお題は、D1 選手の中で一番一着率が高い選手の船券買ってみたとなっております。B1 選手限定です。まあ B1 選手といえば、ボートレーサーの中では一番ウェイトを占める数の多い階級になってくるんですけども、今回に関しては2021年の前期の適応勝率の中で一番一着率が高い選手をピックアップいたしました。ただ一つ注意なのは、フライングとか長期離脱で B1 落ちしちゃった元 A1 だったり A2、 そういった選手は除外した状況で集計して見ております。まあそれは後で説明するんですけども、今回のその B1 選手のナンバーワン一着率、その選手がですね、入澤裕二選手です。2021年前期の適応勝率が 4.82、 まあ5を切っちゃってるんですよね。ただ一着率がですね、これ 23.5% なんですよ。これはね、 B1 の中ではね、やはり高いですね。入澤選手に関しては A2 経験もありの選手なんですよ。最近はもう B1 がちょっと続いてる状況なんですよね。なのでこの一着に特化した B1 選手っていうのは、まあ、何か特徴が絶対あると思うので、その辺を今節多摩川で入澤選手走っておりますので、ちょっと船券を買っていきたいと思っております。それでは行ってみましょう。さあということで、 B1 選手の中で一番一着率が高い選手から船券買ってみたということで、今回ね、多摩川の方でね出ておりますのでやっていきたいと思います。3日目3レースです。ここね、でもね6コースなんですよ。まあですね、B1 選手の中で2021年前期の適応勝率の中で一番一着率が高い選手が、実は入澤選手ではないんですよ。誰かというと服部幸男選手です。まあ、ただ服部幸男選手はまあもう A1 選手で、確か F2 かななんかで、出走数が足りなかったのかな、それで多分落ちたという形ではあります。で、入澤選手がその次です。で、入澤選手も A2 経験ありの、まあ B1 と A2 の狭間ぐらいの選手なんですけども、一着率が 23.5%。で、3連帯がね、42% なんですよ。だからもう確実にこれピン6なんですよね。で、まあ今日買い目なんですけども、これね、足悪いと思うので、な、イン逃げだったらもうピン6という形で、入澤選手を入れておりません。そして、まあ、ノルソルで、まあ、頭までっていうことなんで、まあ、一応買いました。まあ、今節はだからもう、入澤選手の一着をまず買っていくよっていう、船券勝負になっています。まあ、天地の雰囲気的には、まあ、2がいいかなっていうところなんですけど、まあ、今回、内側の、モーターのいい、深澤選手が、まあ、そのまま勝つんじゃないかって、そのまま買っちゃいました。が、澤選手ですね。まくるか？あ、まくられる。あ、でも、まくるほどでもなかった。これは刺さんないっしょ。お！ちょっと待って！ 6-1？ ピン6、ピン6、ピン 6！ いや、ないか！ 1-6 か！そういうことね。あー、やっぱ、これちょっと抜いてくれねえかな。いや、無理だろうな。さすがに。これはもしかしたら6、ちょっと16ね、ちょっと61だったら神回だぞ、マジで。いやー、そこまで行くか、2着で買っとけよかったか。いや、それは無理だな。もう完全に僕、展示の目では、まあ足悪いとちょっと見ちゃったんでね。なるほど。まあ4の攻めがあったことによって、全員握りに行ったところの展開の6でしたね。ピン6と言っても2着に食い込んで、これ満州だぞ、多分。うん、16に関しては。いやー、そうか。ただ、まあ、このピン6選手のいいところって多分ですけど、このまくり差しに、まあ、必ず1着を狙うためにはどこを刺せばいいかみたいなんでやってくれると、僕は勝手に考えてるので、ちょっと入澤選手、あ、入澤選手ですね。すいません。入澤選手ですね。濁点がつきます。入澤選手をちょっと今節、まだ3日目なんですけども、ちょっと追っかけていきたいと思います。いやー、これちょっと、2着で買えよー、シュガー。ですよねー、そうなるわな。6-1じゃないわな、ここ。で、これ、入澤選手の、全コースの半年間の1着本数なんですけども、ここです。これ、全コースの和なんですけども、
これ結構ね B1 選手の中でこのね差し率、まくり率、まくり差し率数本あるっていう選手って結構少ないんですよ、 B1 選手の中で。そういう気質はあってワンチャン狙えるって考えると、展開あるなら頭で変える、ついてくれる、まあそういった選手だとちょっと認識して、この後ちょっと何戦かやりたいと思います。あるよ、1回ぐらい1着取るわけですから、いきましょう。さあ、イリザワ選手の2戦目、3豪邸時なんですが、これは4、これはそうだ。はい、ここ前付けあります。はい、思いっきり前付けがあります。江口選手が2コースに入っておりましたけど、イン狙ってるよ。浦田選手、イン狙ってるよ。残念ながら。はい、ということで、並びがですね、はい、この通りですね。1、4、3だと思うんだけど、このままイン入んないよね。さすがにイン入らないよね。これでも待機コード取られるかもな。ちょっと振りすぎだな。はい、ということになっております。さあ、入澤選手ですね。入澤選手のちょっと特徴がね、だんだんちょっと分かってきたんですよ。2からね、4コースのね、1着率がですね、去年、これ20%全部超えてるんですよ。で2コースに関してはね 32% あって、で陰線が 36% なんですよ。なぜ陰線がっていう感じなんですよね。でも自在系な感じで、でも3連帯は 60% を超えてないところもあるので、まあ本当にピン6だなっていうところもあるんですけど、ただ1着が本当に極端に多いんで、なんだろうね、刺し屋の佐藤大輔選手みたいな、僕あのまくりで好きなね、なんかそんなノリなんですかね。まあここはもう前付けなんで、デフォの2頭の、まくりでちょっと買いました。そして3の差しですね。2が行った時の差し。多分ね、直間のような感じもするし、3がそのまま行ってもいいと思ってる。あ、3行ったんじゃないこれ。あ、直間だ。うん、3の先前か。ただ、これは2が刺さると僕は見てるんですけど、あ、全然ダメだ。流されたわ。あー、なるほど。回り足が伸びは良かったんですけどね、これはゴリ外れだな。しかもマイケル選手入ってきてるし、マイケル選手が入ったら結構つくぞ。かっといい。ああ、いや、これは、まあでも本戦です。4224はまあまあ本戦なんで、まあウルタ選手が、まあでも直間を読むんなら4を入れようよって話だけど、ただまあこの後スルーはするんですけど、陰線のところはもうやらないでおこうかなと。あと6コースか、1着的にちょっと厳しいなと思うんで、だからまあ234、まあないし5、まあ特に234かな。ここのコースはまあ 20% を1着率超えるという年間去年あったので、まあそういったところで取っていきたいと思います。今日もちょっとこれね、入澤選手出ないので、また明日以降やります。さあ、ということで、入澤選手の、ね、レースを、ね、買っていきたいと思います。日にちが変わりまして、今日は、ね、6月30日となっております。さあ、まあでも今日までなのかな、 B1 っていう表示が、はい、まあ、B1 の中で、2021年前期の、はい、1着率が一番高い入澤選手ということで、入澤選手ですね。でアルカ選手の陰線です。さあ、2コース戦に関しては入澤選手はね、あの1着まあ意外に多いんですけれども、はい、3連帯率がね、まあ大体年間60です。ただね、これ注目はですね、1着率 15%、 まあ高いですよね。で3連帯がね 42% ということで高いですよね。だからね、これね、やっぱ1、2着ですよ。それ以降のまあだからピン6っていうのがまあなんかわかるかなっていう、1着狙いに2号艇からの差しとかまくりとかが不発して、まあ、飛んだりとか、あと1着が競り落とされてっていう、ちょっと競り落とされるんじゃないかっていうところまで僕はまあちょっと考えました。まあただここに関しては、まあもう2着だったら取れるけど3着は取れないよという目のイン逃げですね。はい、一応は怖いですけど、まああとはもうピン6ということで2-1差し目が届くという、まあアルカ選手も 50% ぐらいなんで、まあわからないというところですね。はい、さあ、まあでも面白いですよね。なんかやっぱ1着を狙ってくれる B 級選手ってなると、 B 級選手の頭が売れればそれなりに配当つくわけだから、僕は買えるかなと思ってる。おい、5行き過ぎだぞ。あー、行きやしないね。3外前の、まあ星野選手はね、三重県の選手で、
これはつけまえ食らったな。あーこれは24になってほしいけど、できれば星野選手はまあ A 級選手っていうこともあるんで、5がフライング、気づいてない。あーこれはいけそうかな。一応2着はキープしてくれたけど、ちょっと行き足が入澤選手ちょっと悪いな。21番であるか。うん、まあでも回り足はいい。21も一応抑えてね、買ってるんで OK。 これは1500円。まあでもね、これめちゃくちゃ本命なんですよ。伸びとかつけるわけではないのか。なんかね、あの節間ずっと見てるんですけど、今節なんかその1レース目、あ違う、僕が買った6号艇のあの6コースからの2着ですよね。あの時はね、あのまあなんか伸びてるわけじゃないってことは、結構やっぱその出足とかに特化させんのかな。スタート5で行く選手でもなさそうだし、スタートタイミングもそんなに早いわけでもないので、でも1着を取れるということはさばきがうまいのかなっていうふうに、まあ逆に考えてもいいのかな。ここでは展示タイムがあんま出てなかったから、そう考えるとまあなんかすっきりするというか、スリット遅れてもまあ残せるようだったり、展開を拾うためにまあ左隣に攻める選手がいたらその展開を見逃さずに勝つみたいなところなんでしょうか。はい、5の変換はまあほぼ買ってないので、まあでも新人選手なんでね、そんなにオッズの影響はないと思うんですけど、若干あるかな。はい、680円。まあちょっと安いですけど、まあそこしかないなって感じだったからね、しょうがない。はい、ということで1万200円の的中となっております。だから入澤選手を狙うんなら、まあ意外に3コースだったり攻め手がいる右隣だったり、そういうので1着をもうあえて狙うっていうのはいいかもしれないですね。自分で攻めるってよりはなんかそんな感じがするので、もう一戦ちょっとね、やっていきましょう。さあということで、入澤選手の、4回目かな、4回目のねレースをやっていきたいと思います。はい、ここはですね、一応ですね5コース戦ということになっておりまして、陰線が金子選手、ちょっとこれ怪しいんだよな。はい、まあ一応見ていただきますと、入澤選手の、はい、まあ勝ち率、一着率がね多いということで、差し率、差し回数とかまくり回数とかね結構多いんですよ。はい、まあそれを見たところでね、あの5コース戦の連帯率を見たところですね、これ1着率がね年間 8%、 まあ半年間で言うと 15% なんですけど、3連帯率が 21% なんですよ。これもう確実にピン6だよな。はい、ということになっています。なんだったら3着ないという、まあでも結構偏ってるなと。展開つける選手と考えると、まあこれはなんか2着を取りに行けるのか、それとも1着なのか、あとは着外という買い目ですね。1号はそうだし、まあそういったところの買い目です。でも僕は結構船券的に分かりやすい選手っていうのが、結構やっぱ、点数的に少なくできるっていう部分で、入澤選手はそのピン6だよっていう走りをするんじゃないかと仮定した上で、まあ、何回かやってきたんですけど、まあそういう感じでもあると思います。伸びでなんとかするというよりは、結構出足で展開つくんじゃないかと見て、僕はね、3がまくりに行くっていうのを考えた上での、目でもあるので、まあ一応5の頭を買いましたけど、4がいってる。あ、マジか。スタート切る方か。よし、いけるかもしんない。よし、まくり差し、あとは残すだけ、あとは残すだけ。よし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 、1号になったけど、ここに来てここに来てスリットを切るって、5-1まで行ったらこれ満州だからね。よし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 、オッケー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 。これはね、3は松浦選手なんですけど、これ1000円かけてるんですけど、これ1号はね、全然売れてなかった。なんだったらこれ、金子選手が逃げた状態で、3号はないから頼むよ。いいね。だから、ああいうのがあるんだな。しかもね、あそこの体勢でまくりに行かないっていうのは、やっぱね、どっちかに寄せてる足、そういう色だと思う。これはね、野中瀬選手が来ない方が絶対つく。多分50倍近辺、一応見たときはそういう状況でもありましたんで、よし、これは意外にいいんじゃないか。OK じゃね。これの永瀬選手、これな、旅船券のときにあのダンプで前田光選手を消されたからな、やめてくれよ。はい。
今日これ見てもらうと、まあ、あの5コースからの1着はやっぱまくり差し、うん、まくりもあるけどね、うん、そういったところも踏まえて、まあ、展開つける選手っていう風に思ってもいいかもしれないです。しかもね、これ積極的にやっぱりまくり差しを言ってくれるっていう選手は結構重宝した方がいいと思う。 B1 でもあるので、はい、これ1000円入れております。これはオッズ楽しみ。これは意外につく、うん、絶対つく。さすが B1 の中でも買える選手となると。ちょっと野中瀬選手、これ3の方が絶対、あー寄せられた。3野中瀬選手、いやー3じゃない、2だな。あれはちょっと2だよね。あれ圧倒的に2だよな絶対。あ、判定中だ一応ね。うん、2だよね。そうですよね、そうですよね。さあオッズは、あーすげー、これ3じゃね3じゃねこれ3でしょ。いや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 、同着にしよう。同着じゃねこれ。おっ5000円。うわこれ3だったらもっとついたのに。はい、ということで5万3100円となっております。まあこれはついたからいいや、このぐらいついたらね。さあということで、今回ね紹介しました入澤選手、もちろん1着が多い選手でもあるので、まあ越冬になることもあると思うんですが、ただ入澤選手に関してはやっぱ特徴があるなと思いました。まあそれこそ1着を狙いに行く差し場を探す展開があれば1着があるというまくり差しができる選手、あとはピン6っていう可能性がある、まあなんかそういうところですかね。例えば4号手が攻める時に B1 選手の入澤選手がいたら、まあ売れないことはあると思うんですけども、積極的に狙っていくっていうのは、まあ今日のターンの仕方とか攻め方を見る限りではやってくれるような感じもするので、で総合的な1着率、陰線はちょっと弱いのでこれは買わない方がいいんですけど、まあオッズ的なことを言うと差しまくり率、まくり出され率っていうのがこの数字2から6コースで取ってるわけなんで、これは B1 の中では高いと感じてもいいと思います。はい、ということで、まあ、この辺を船券に絡めて一人一人覚えていくと楽しいと思いますので、また他の選手いましたら、ご紹介していきたいと思いますので、また次回の動画でお会いしましょう。シェケでした。